初めに触れたのは中学校の時に、ウォークマンで聞いた時のイヤホンが一番初めの出会いですね。なんかその時はお金が全然ないただの子供だったので、その手に取ることができるイヤホンの処理って限られてくると思うんですけど、そんな中でもやっぱり聞いてて音の圧みたいなのを子供ながらに感じてた気がしています。あのテーマが、アニメの主題歌ということで、その原作に基づいた作品の世界観みたいなのを僕なりに咀嚼して作った楽曲、まあ、楽曲というかその作詞感に対して自分が今やりたいサウンド感を当てていって楽曲を作っていくっていう感じです。でも、もうその赤ちゃんみたいな卵みたいな状態になるまでには、まあ、3日から1週間ぐらいです。そうですね、お題をいただいて書くときはやっぱり少し時間かかるので、まあ、長いと思います。少しめちゃめちゃ音質が良くて、そのワイヤレスだから音質はやっぱりそんなに期待していないっていう風に聞くことが多いんですよね、ワイヤレスイヤホンって。だけど CX トゥルーワイヤレスは音質っていう意味でも本当に妥協がなくて、特にその低音がすごく心地よくなっている印象を受けました。でなんか実際聞いた曲がビリー・アイリッシュのバッドガイなんですけど、もう本当に低音のパンチがえぐいことになっていて、もう聞いてて踊り出す人が続出するイヤホンだと思います。通話機能もすごくスムーズにやり取りすることができていて、実際会話もしてみたんですけど、そのストレスなくコミュニケーションを取ることができたので良かったなというところもありますし、片耳でその通話ができるので、実際通話をする場面で、本当に役に立ちそうだなっていう気がします。めちゃくちゃ早かったですね、そのつながり方に関しても。その純正のもの同士っていうか、その同じメーカーのもの同士じゃないもので接続したんですけど、すごく早くて、接続も途切れなくて良かったです。耳に差し込むタイプなんですけど、まあ、落ちる感じも全然なくて、使っていてその押されて苦しい感じもないですし、使いやすいんだろうなこれはっていう感じがします。やっぱり低音が強い音楽が合ってるんじゃないかなと思いますね。クラブミュージック、ダンスミュージックとか、あ、じゃあイエローですね。キックがすごい強いので面白いと思います。聞いたらやっぱりその音楽を作っていると聞き手がどこまでそれをキャッチできるかわからないような情報量みたいなのを作品に込めるんですけど、その音質のいいイヤホンを使うことによって、作り手の些細なこだわりみたいなところが伝わることになるきっかけになると思うので、その音楽が好きな人は音質のいいイヤホンを使うとより一層音楽のことが好きになっていくんじゃないかなと思います。まあ、何よりやっぱり使い勝手の良さがあるので、初めてワイヤレスのイヤホンでちょっと音質のいいものを使いたいなっていう、まあ、学生の方だとか、その通勤でイヤホンで音楽楽しんでいらっしゃる会社員の方とか、本当に音楽を移動中に楽しむ方とかが使うといいんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱりその先が見えない状態っていうのがもう1年以上続いていて、もう本当にどうしたらいいか未だに僕の中でも結論が出ていない状態なんですけど、それでも自分の音楽を届ける方法を毎日考えていて、ある意味その従来の今までの届け方みたいなのが成立しなくなってきているようには感じるので、まあこの時代だからできることもあると思うので、そういう
ものを一個一個取り組んでいって、まあ、失敗も多分あるんですけど、それを積み重ねていくことしか今はないなと思っています。まあ、ライブができないので、その聞いてくれているファンの方の顔を見ることができないっていうのが僕自身めちゃめちゃ辛いんですよ。なので、まあ、一刻も早くライブで会うことができるようにしたいです。なので待っててほしいっていう感じです。上質な音色、それが全て。